116N はポーランドに工場を構えるアルストム・コンスタルが開発した路面電車車両。車内の多くがバリアフリーに適した低床構造となっている部分超低床電車である。長年にわたりポーランド各都市へ向けて多数の鉄道車両を生産していたコンスタルは1997年にフランスに本社を置く充電メーカーの GEC アルストムに買収され、 アルストム・コンスタルとなった。設立当初は、コンスタル時代から大量生産が行われていた路面電車の生産に重点を置いており、その一環として展開されたのが 116N である。買収前のコンスタル時代に試作された、車内の一部が低床構造となっている 112N をもとに設計が行われたが、二車体連接車であった 112N と異なり、116、 N は中間に全長 3800mm の小型車体を挿入したカッター運転台式の3車体連接車となっており、車輪も車軸が存在しない独立車輪式台車が用いられている。これにより、112N と比べて床上高さが低くなっている部分の面積が大幅に広がっており、動力台車が設置された両端を除いた車内の61%が 定床構造となっている。また、車体デザインも変更されており、前面は流線形状の外見となっている。車内の座席配置は利用客の移動を考慮したものになっており、従来の高い床式車両から乗降扉の数が減少したにもかかわらず、これらの車両と同様の流動性が確保されている。口述の通り、製造年によって、 電気機器が異なっているが、全車とも終電装置は、シングルアーム式パンタグラフを用いており、前方車体に設置されている。1998年から2000年にかけて、116N や、その発展形式は、計29両が製造され、全車とも、ワルシャワ市電に導入された。アルストムでは、ポズナン市電をはじめとしたタ都市への導入も見込んで、いたが、 ほとんどの都市では財政などの理由から、ドイツ、オランダ、オーストリアなど海外からの譲渡者による車両増備が実施されたため、それ以上の製造は行われていない。116N 及び発展形式の概要及び際は以下の通り、ありがとうございます。